こんばんは。おはようございます。こんにちは。なんすか？いやー、なんか最近思ったのニュースあって、皆さん見てますか？DJ マル。何それ？え？知らん。え？そうなん？一番ホットよ。一番ホット。すいません、すいません、すいません。すいません、それが知らんの？いや、ホットすぎるって。昨日やからね。ほんま、昨日の夜とかやったから。いや、なんかでもそれにまあ近いんですけど、その男女関係というか、まあその、なこなこさんをちょっと前、炎上されてて、知ってますけど、パスポートにサプライズで、いろんなメッセージをね、書いたんですけど、そこ書いたらあかんと、うん、これ入出国できない可能性あるぞみたいなんで、うん、炎上バーってして、ね、まあ、何してんねんみたいな、うん、なんかそれ知ってますか？なんかそんなんあったのは。いや、もちろん、もちろんよ。かっこよかったやん。いや、どこがやん。いや、かっこよかったよ。そうそう、これ手紙書けよ。めっちゃパスポート欲しがってたやん、その書かなあかんやん、サプライズ。はいはいはい。だからなんか知らんけど、ずっとパスポート欲しがってて、うん、で、渡したら、結果このザマ、ちょっと手紙書いてたって、ザマとか言うの。いや、ザマやな。いや、まあそう、でもいい着眼点っていうか、その、なんていうの、炎上はしてるけど、まあ、ええ男や、そんなんな。いや、まあまあまあ、サプライズって覚えた。だから俺らもちょっとそれ近づいていこうというか、え、その炎上の中身の、ほんまの本質、いい男やみたいなところで、うん、もう誰が今回一番いい男なのかっていう。なるほどね。なるほど。ちょっと決めて、航空選手権。航空選手権みたいなことやる。裏方匠いるんで、うん、これ、彼、めちゃめちゃモテ男なんで、まあ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 、モテ男選手権みたいなのみんなにやってもらった上で、うん、一番モテ男じゃないやつに、うん、まあ、罰ゲームとして、うん、まあ、一応ナコナコカップがテーマになってますから、うん、あなたたちのパスポートに落書きさせてもらうって炎上さした炎上せん悪い最悪俺らがだらだら海外で困るこれ出国できないそれをやっていこうかなと。うわー、うん、あれって行けた結局、そのなんか対処したどうなったの今も。なんかどうなるみたいなことちゃう。今行ってるんじゃん。もう着いたのは着いたやろ。そうだ、入国はできたんじゃない。じゃあまあ、うん、オッケーはオッケーなんだ。ただ、ね、そのアメリカとか一番厳しいやん。うわー、なるほど。アメリカは俺ら行かれへんな。おいおいおい、そう、10年は10年もうそんな落書きはやめような。あれ、これね、お前ら内容によってはリアルポコチンとかさそんなん絶対あかんやん。やばいやつやもん。何百回でも誰が落書きされるのか、よろしくお願いします。はい、お願いします。第1問から早速いっていいですか。はい、はい、まあ、今回その問題は、いろんなシチュエーションに女の子を置くんで、はい、まあ、モテ男やったらそれどう対処するかみたいな、なるほど、シチュエーションクイズといいますか。はいはいはい、はい、そんなん出していきますんで。余裕じゃない。モテ期とかあった？もちろんあったよ。当たり前ちゃう。もう小学生の頃。ええわ、小学生の頃のモテ期の話だったよ。小6の2月とか。モテ期ちゃうやん。一瞬だけなんかペメってなるよな。リアル小5はモテた。ちょっと待って、小学生シリーズ。これ。普通モテてお前は？俺小学4。小学生やんけ、おい。4と5。あったかなかったか。そこも。ようあるぞ。そうやろ。第1問、終電逃したナンバー、夜中2時、酔いつぶれた女性が、うん、道端で座り込んでしまっています。あなたどうしますか。なるほど。で、これ、まあ、その1問に対して、うん、まあ、何回でも回答してもらっていいです。なるほど。匠が、あ、それいいですねって言われたら、もうそれはもう1ポイントみたいなこと。1ポイントあげます。ただ、まあ、ちょっとさすがにひどすぎるとき、ちょっと減点もあります。あかんのか、それは。ここもまあひどすぎる設定なんで、何でもかんでもひどいってわけにはいかないですけど。酔いつぶれ女どうしてあげれるかやな。もうここなんかスマートにパッとすぐ答えられる人まずいいですよ。はい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 。じゃあチャナさん、ハンカチどうぞ。ダメですね。まあまあまあ、何、まあまあ、のハンカチっすよ。なんか絶対汚れてるやん。酔いつぶれてる女分からへん。こことかゲロゲロまみれ知ってんねん俺。それ知らん人ってことやんな。もちろんです、うん、そのまで。はい、じゃあ合ってるか。あ、俺一緒っすね。一緒だよ。カンナーみたいな顔してきてマジで全く一緒やんな。これやけどな。クラブ帰りとか見たことない。いや、そうそう、だから俺はその時は、うん、どうしてたの、うん、2人でバーって見かけて、うん、ですかー。ですかー。
何してしゃべるの。いやそのわ悪さするやつがおるかもしれんから俺絶対悪さしやんし横にずっとこうやって怖っ、怖いなぁ。原点厳しい。いや、ちょっと気持ち悪いですね。いや、そうやね、さすがに。やばっ、ゼロ持ちで気ぃつけろよ。怖っ、何これ、マイナス1ってこと。うわぁ、1点取らな、並ばれへんの。あ、まあ、オッケー、その辺やな。これ結構、その、深く見てな。その優しさは出すんやけど、結構奥の方まで見た優しさで判定しちゃう。もうあかんけど、もうあかんけど。まあ酔いつぶれてるってことは、うん、もうお酒すごい飲んだ、うん、で そんなに強くもない子ってことやから、で次の日に残したくないと思うから、まず袋と水はこう持ってって、うん、でこう背中さすり大丈夫ですかって真摯にな、真摯にさすりながら、そう吐かせてあげる。絶対あかんやろ、吐かせてあげて。絶対あかんよ。どうかって。よしよしよし。これ限定じゃないの？マジ？水あげたりとか、そういう部分。あ、ちょっと奥まで。ギリ。超消しか。めっちゃうまいだけやねんけど。うまいだけ。怪しい。解放するっていうのがあって。解放ね。ゲロ絶対吐きたいやん、ほんま残したくないのと一緒。そうだな。だからその気持ち悪さを解放するのと解放する、で解放する。解放って何？焦点みたいなこと。そう今うん、解放なんかで。いやどうな、言ってる意味がわからん。うまいねんけどな。なんだ。さあどうですか、全然2個目とか行っていいですか。いけるの、行っていいの、行っていいってか、あ、いいよいいよ。もうあかんそう。もうあかんそう。もう知らない男性やから俺が、もうそもそもそいつからしたら。確かに。もう袋、ラムネ、水横に置いてそっといきます。マジか、マジか。この世界は狂ってる。かっこいい。よー、かっこいい。ずっとおるのはやっぱなんか変に気持ち悪いから、まあパッと置いてあげて軽く一言ぐらいかけてもパッて去る。でっこ。でもゼロ、ゼロ、ゼロ。いやでもこの脳あったらでかい。だいぶ1点でかいぞ。いやこの脳あるんがでかいぞこれ。じゃあこのままで終了。うわぁ、まあそれが正解か。いやでも、匠の模範解答に行けたってことやんな。そうですね、近かったですね。匠模範解答一応あるけど、匠うならせれるもん出したいよね。確かに、それいいっすね。確かに。全部で5問出すんで、あと4問っす。オッケー。じゃあ2問目、シチュエーションは同棲中の彼女が、まあまあ大きめなおならをしてしまいました。どう対処しますか。もう全然こんなもんかな。いけます。モテ男の大将、クリスさん。プーって言ってもらったら。あ、ごめんなさい。焦点やん。流れが。いや、まあ結構実技派なんで。なるほど、今回の回答はね。プーって。彼女、なんて顔してる。お前の頭、その実技の中で、そこよ。ガーミンか。彼女は。彼女やね。農家。あぶねー。そうやな。あぶねー。会ったことある？俺はあるよ。俺もあるわ。不意に出ちゃいましたみたいな時は、はいはいはい、俺に言っていい？あ、その時の体重や。はい。もう全部そんな。いやいや。ペコリもなく。吸われたくないやろ彼女は。いやいや。じゃそのもう全部吸うたったらいいよ。男は結局の農家。あ、マジか。原点ぐらいの。マジか。いや、でもはいはい、リクさん、俺は振り返ることにします。なんかやってた、編集してた、プーの顔でやったー。そのこのコースターですよ。農家で。減点じゃないか。いやいや全然減点じゃないよ。めっちゃ恐ろしいよ。はい、じゃあ敦也くん。あ、ごめん漏れたかも。
ってって俺がトイレ行く。ああ、かばうね。よし、かっこいい。よし、よし。そうな。ユニーク。じゃあ今1ポイントや。でかっ。いやでかいなそれ。マイナスからの。角度に行かれるとな。はい。はい、じゃあクリスか。ちょっとじゃあまあ能力系。かっこいい能力系でいきます。ないですよそんなやつ。じゃあプーって言ってもらって。プー。ファ。本家何が絶対本家何がええの私も彼氏絶対本家ちゃんと恥ずいかそ絶対本家持ってんねやならへんかっこいいまず恥ずいがあんねんから農家でそりゃそうトマトどうなんねんほんまに正解正解言えるめっちゃええカップルやるなぁ絶対4巻カップルやん問題ぐらいのええなぁじゃあもうそこまでしようかな2問目取れんでもいいねみんななんか減点の可能性もあるけどなんか果敢に攻めに行ってるっていうか差しに行ってる回答がいいよねありがとうございますもちろん巧みにワンチョンうならしたろっていう意欲うならしたいもんなじゃあ3問目いきましょうかじゃあはいお願いしますじゃあ3問目シチュエーションは、まあ、高級なレストランに2人、彼女とデート行きましたおいしいねって食べてたらそこに手を広げろピストル持った男が入ってきましたみんな混乱状態です、うん、その時のあなた彼氏としてモテ男の対処してください高級レストラン早っ早っチャナさんいける一旦グレー投げますなんでグレー持ってんの一旦危ない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 何ってなってるからグレー投げる他の人も巻き添うってそっか危ない農家でああそうやなワンチャン限定あってんけどな匠がエペしてたからよかったもんねあんまりやからまあじゃあスープ飲んでたとしてあしましょううわー手やろーで同様ゼロでスープ飲み切る日常すげえ絶対強いもんなこいつ絶対絶対強い安心かこいついつも通りだの安心か彼女こうやから彼女農家でうそかっこいいけどなマジモハンマジモハン何してないんやその何をし何わかるわかるその若い一軒じゃ行こうか行ってみようそれうわーって入ってきましたじゃ多分机の下隠れてとかの人もいれば立ち上がってあたふたしてる人もいっぱいいますよあたってなってる結婚してください吊り橋効果みたいな吊り橋やなスリルある男やある男限定うわーできるよやばいよそやわちょっと俺分かれへんまあなぁ。うん。じゃあちょっと行こうぜ。行っていいっすか？うん。あ、手上げろ！警察っす。何？警察っす。かっこいい。おい、ちょっと。危なない？目つけられんねん。うまいな。で、彼女の前で撃たれたりする可能性もあるで、これ。でも遺言渡してやる。かっこいい。なんかもうやってる。もうマジシャンでもある。用意されてる。やるな。えぐい。なんか、さっきから自分の設定器用すぎない何が何がそれはかっこいいやろ。もう遺言ある。あれもう行きます。行ける。取りに行かなあかんと。行こう、森木さん。ピザみたいなのが出てきてたとして。高級のフレンチでフレンチでなんかようわからんやつはい、はい、でこれはナイフとフォークっていう話をもう してるんよ、はい、バーって分かれへんなみたいな話をしながら楽しくやってたらこう入ってきた、うん、わあれ指さしてあいつはナイフフォークさあ寒いめっちゃこいつキャフォークでフォークで農家よしって言おうとした原点じゃないんだあの方やなんで今日オケなのお前行こうかなあ、ちょっと行けるちょっと起点聞かしてはい視点も変えてあ、いいですね多分犯人は統率取りたいというか
優位に立って、うん、この場で何とかしたい、したい、うん、感じあるから火事起こそうかなと思ってます。もう絶対ライター見てるからタバコ吸ってるから、あ、タバコ、このテーブルクロスとか火つけますみたいな、うんうん、ほんだら、うん、はっはっはってなるやんか。ほんだら犯人もああ逃げよってなるから、俺は火事起こします。農家そうそう、失格な犯人お前になるわ。危険気がしてんねんから。犯人お前マジか、捕まる捕まる。ほんまに一世一代のギャグを連発しまくって笑い転がす犯人をその相手に殴る。なんか点々ないか、危ねえ、ないか今の、危ねえ、お前やめろよ俺。はい、終了。限定は解除した。はい、じゃあ、4問目いきます。はい、まあ、じゃあ初デート、うん、デパート、はい、もうギャンギャン泣いてる迷子の男の子います、はい、どうしますか。ちょっとじゃあもう普通に、はい、クリスさん、もう迷子センターに連れて行く。おい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 、おい1点取りに行くだって2点取りに行く。お願い、限定あるさこれ、これ限定あるさ、限定あるさ、これ、ねえよ。まあ、かっこいい。イエス、イエス、イエス、イエス。で、1点。よっしゃ !1 点かっこいい。シェッ、こいつ。声ちっちゃ。声ちっちゃ。写真のなさ。はい。はい、田中さん。俺が号泣する。お、自分の心配より人の心配買っちゃうから、この人大丈夫かなってなるから、うん、その男の強さ引き出せ、続けます。俺が号泣する。ちょっと見にくいから、アツヤ君ちょっと泣いてもらっていいですか。あ、僕、うん、はい、ママどこ、ママ。大丈夫ですか。なんやろ、臭いじゃん。ならんか。農家、農家やな。あ、リクさん行く。一人で動いて彼女を置いていくのも俺良くないと思う。着ぐるみ着てる人みたいな動きでまず子供と楽しくする、うん、で、いや彼女がミッキーみたいな動きすな。彼女が、彼女がこうちょっと周りがクスクスし始める。そっから始まる即興漫才。お客が集まってくる。じゃあお母さんもこの子やってるなってきて、あの子ってなって見つかって、いやお前がお母さんやったんかい、もうええわ。これどうでしょう。ちょっと寒いです。ずっとやってるよ。農家で。はい、敦也君行きましょう。その男の子も強く育ってほしいっていう願いを込めて、うん、ママどこって言ってます。あっちおったよって言って去る。そのあっちは迷子センターっす。一人で生かす。かっこいい。ちゃんとおー、リスクエグいからいけどな。リスクがエグい。わからんって。あ、ここまで。うわー、マジか。オッケーオッケー。かっこいいな。かっこよかった。かっこいい。かっこいいっすよね。かっこいいっす。これはあつやくんがよう刺さってるわ。刺さった組に。よし、いつのセンスなんだ。よし、たくみはかっこいい。刺さるみたいな。育ててるから。そこに疑問持ったら終わりや。そうやろな。一生持てへん。え、中学とかモテてた。モテ期な、うん、モテ期、モテ期、モテ期マジで、うん、小5です。小5でしょ。お前もかい。俺らと一緒やん。お前もかい。いいともかい。お前誰が出してんの。親友やんけお前。まあじゃあラスト、今ちょっと何ポイントですか。僕3かな。0。俺1かな。俺マイナス1。あ、ちょっとリクさんやばいね。やばい。ほんなじゃあ、最後は、お、まあ、1人2頭のみのみ厳選しなかったな俺。シチュエーションいきます。最後の問題。お、地球滅亡の日です。隕石が落ちてきます。はい、空見上げるともうやんわり、あ、これが隕石かみたいなのがもう見えてます。はい、もうこれあと落ちるだけや、うん、俺らここで終わんねや、うん、ずっと一緒に付き合って同棲して結婚した奥さんが横にいます、はい、その時のモテ男、シチュエーション動きでもいいですし言葉でもいいですし、死にかくやもんな。死にかくです。これがおもろい。地球終わります、うん、あ、リクさん行く。二刀よ。死にかくって言われてるけど最後まで生きる術を探します。
もうそこに隕石ありますよね。でもまあ1日まだリミットあるな。まあまあタイムリミットまあ8時間後にします。8時間、うん、8時間でその1秒も諦めない。かっこいい。いやあ、よし、そらな、よし、いったか、そらそうや、よし。さあ、ということで、リックさんも0ポイントになったんかな。そうです。さすだけ、俺もさしたらかって、おかしいけどな、今の。さあ、ということで、リックさんも0ポイントになった。最終問題でやのに。さあ、ということで、何をやってきて。聞いたことないな。聞いたことなかった。はい、あつやさん、最後のデートしたいと思ってるんですけど、自分らの墓地探しのデートに行こうと思います。どこで死ぬか、2人で考えて。農家。よし。これ農家で。農家でいいよ。狙いに行って農家が一番でかい。マイナスがやばい。マジで。もうマイナスやもんな。いや、そんなわからんよ。わかるやん。行ってみーな。はい、はい、クリスさん、さっきのアツヤとちょっと似てるけど、そのまあ最後まで楽しませてあげたい。ただでももうその何もやってない、漫才もその多分やってない。そこで2人で大喜利をずっと死ぬまで回答し合うっていうのは嘘で。農家ですよね。限定。限定っす。いや、それは限定。1やから。お前、2で与えようとすな。限定1や。1や。そうやんな。あつや君以外で横一線かな。そうやな。そうかな。で、チャナが2頭残しやから。うん。ちょっと行こうかな。はい、チャナさん。死に格やから、うん、死に方はもう先選んどこうっていうので、うん、もう2人で、うん、安楽死する。先に。今のこの楽しかった思い出で終わらしとこっていう作戦ですよ。農家。うわぁ、せやな、結構いいと思ったの。イエスイエスイエス。だから例えば設定みたいなのも作っていいから、自分で何歳でとかとかだし、ここの僕と彼女は2人で喫茶店経営しててとか、うん、そんなの別に作ってもいいですから。あずやさん行こうか。はい、はい、僕サラリーマンで、サラリーマン結婚してて、はい、専業主婦の奥さんにいつも通り仕事終わり帰ってきて、うん、精力剤買って、久しぶりに死ぬまでずっとセックスする。こいつ3点持ち。どうでもいい。どうでもいい。こいつセックスするっていいよって言いながら、最初の設定なんやろ。久々にもう子供もおらんし、最後もう地球滅亡するから、8時間僕は休憩しもってセックスする。2回もいいよって。楽しそう。限定なんもなんもなんも。限定は8回いけるか。おい、でも気持ちよく死ねたいからね。限定2。あ、2。もういいんだよね。で、1ポイントや。1か。で、あたりが終了。はい。お、クリス君、まあもう死にかく、うん、そこはもう受け入れます。はい、まあ話し合って、うん、これはもう死ぬなという会議をして、来世でも君と一緒になりたいから、お互いの合言葉を決めようじゃないか。じゃないか。なんか俺で、合言葉を決める。農家。ちょっとね、農家でしょ。クリスさん、これで終了。0点。じゃあ俺もマジでいいっていい。まあ、攻めろよ。マジで行く気や。80歳と80歳の。なるほど。老夫婦。老夫婦。で、嫁さんは、もう認知症。もう俺のこと覚えてない。うん、でも、あれが何かも分かってない。綺麗な花火やねー、言ってる。俺も、あ、綺麗な花火やなー、合わせます、そこは。で、若い頃からずっと、パーラマみたいなお花があって、それずっと渡してました。で、もうそこ隕石つくよぐらいでまたそのお花を渡すんよ。で、その時にその嫁さんがそのお花を見て全部思い出すね。あ、この人うちの旦那や。そのバーンって消えてなくなるのよ。で、その花言葉っていうのが死後の世界でもとわにそばにいよう。あいつの主演よ。あいつの主演。こいつやりましたよ。何回しなんか。
何言ってるの。パーラマってなんですか。その話なんですか。絶対ないぞ。二人の合言葉はパーラマ。違う。パーってなくなってるの。なんか近日公開しそう。絶対見に行かない。絶対見に行かない。かっこいいか否かやぞこれ。うん、モテるかどうかやで。かっこいい。やった。かっこいいだ。かっこいいだ。頭がおかしいよ。審判頭がおかしいですよ。かっこいい。かっこいい。なんかちょっと感動というか。な。その年齢もあったりとか。そこで全部思い出すっていうのは。あ、でもタクミに刺さったからリクさんが抜けやな。俺だ一ポイント。一ポイント抜け。だゼロであとゼロやから。そう。まあ減点やったらチャナさん負けやし。そうそうそう。点点やったらもうクリスの負け。そうなりますね。ありますか。いけますか。いけます。はい、じゃあちゃんと最後ちゃんと感謝の言葉を伝えるです。こいつやったこいつやったこれやったなもんね。これ結構考えたけどめっちゃこいつマジでこれやったなこれはどうなる。これやったなどうなる。結局なかっこいい。かっこいい。かっこいい。かけかけ。これがシンプルに。かけかけ。お前がパーラマかけ。パーラマかいてよ。かけかけ。おい、意味わからん。嘘が。こんなシンプルにさ。どんなクイズやねん。やっぱシンプルな人はかっこいいんか。そういうことやね。やっぱそれがモテるんか。結局ですか。さあ、ということで、はい。ドンケツに書いてくれ。ここだけでもいいよ、緊急連絡先。まあまあ全然書いていいとこでもいいよ。だからもしこれを海外でなくしたりしたらここの緊急連絡先とかにかけたりしてくれる、うん、電話とか番号。めっちゃ俺がその死ぬかもみたいなその事件にあった時に、うん、こいつ どこの誰だ、うん、でちんぽこ丸死ぬ死ぬ海外人やん、うん、ちょっと普通に書いていい、いいよ。やめてよ。なんか肉まん加工とかいうの全然肉まんっぽくならんかったわ。すごいすごい、ほんまに落書きやん。その肉まんに合う、うん、あ、これパイナポペン合うか。ペンパイナポアポペンのパイナポペン、アポペンかけよ。名前書こうかな。あ、いいよ。もうこの使命にね。あ、逆に何か嫌やわ。おもろいとかでもないそのいいコメントやなと思ってるけど意味が分かれへんぞ。DJ 丸を DV 丸っていう。ちょっと何かもういいの言ってよ。クリスやっぱな仮でかいからついにやったこいつ下ネタが一番上がる。こういうでもでも分かれへん。分かるやんな。分かるやん。分かるやん。仮上だ。下足の仮上や。仮上だっつって。いいやん。いいんちゃう。いいんちゃう。もういいですか。もう十分ですよ。めくっとくか。そうそう、カーリッツでいいんだよ、おじさんで。一応めくっとくか。うわ、最悪やん。いや、いいね。だいぶさ、やば。満足ですか。いや、いいね。いいパスポート。あいつのせいや、こうのせいや、全部ちゃんともモテるようにしてたらこんなことなってないよ。お前らもひどかったぞ。会社おり、会社おりやな、この企画。最悪やぞ。はい、モテるために頑張ろうか。頑張りましょう。磨き。ありがとうございました。ありがとうございました。